買いました以上っていう買いました報告のために来ただけです。何かが下にもあるんだよね。あ、ここ俺ちょっと買っていいんじゃないかな。どうだったのかね。いや、多分スマートリックスですね。まあ、でかいのは早い。目で持っていない。溶けとけますね。うわ、すいません。全く関係ないよ。ちょっといただきます。もうちょい物を持ってくればよかったんですが、ちょっと誰が誰かも完全に分かってないんで、まだ、ね、はい、ちょっとこういう場ですね。まあちょっと2時間ぐらいに何人来るかな。ちょっと目指すは8人なんですけど。まあ4人でもできれば、はい、4人でもできれば、一応現在。そのことを見てお前だけ。上から飛んできたやつがいる。めちゃめちゃ。お仕方がいな。修理しても直したのかな。修理したいわけですから。ああ、それはまだ。かもしれないですね。動かなかったのが動いた。なんかこの辺のユニットを引っ込みたら動いたんですよ。例でも。おお。おお、なるほどなるほど。演出かなと思った。あ、そうですね、そういう風に乗り越えいろいろ出してるじゃないですか。はい、完全に個人がサラリーマンが日曜大工でやってるのもうめちゃくちゃだね。ひどいね。ひどいね。
スタートがリターンで、そこからあとはパッドで操作できます。あ、下から来るのは浮いていけないんじゃないですか。あ、これですね。なんで、おしっぱでいい。あんまり気にしない。それ買いました。どうぞ。気になるもの外側みたいなやつ。そう、あの、あるね。ファイティングスティックミニっつって、本当に大きさで言うとそんなの。おお。自分がセンターアイラスを忘れて柔らかくて一発で焼いたんで。電池がね、バッテリーがさ、タイヤに入れたら。後ろの、あ、ここですね。ここのところにあの、フローチャートが書いてあるので、まあ、そこだけ見ていただければ、まあ、どんな対策があるのかっていうのが分かります。曲げすぎた、これはつながってた。こちらは？これはあのちょっと今、ちょっと天気、ちょっとツイッターの。しまった。面接切れられた。なんかこういうタイミングっていうのはちょっとまあ歩きさんには悪いんだけど。そうか、これ。デンシティの高さが違うのかな。